日本未来プロジェクト競争 in 大村開催4日目予選最終日第7レースの進入固定戦の開始です。対戦は1号艇山口の広次治、2号艇は福岡の大山千尋、3号艇は長崎の寺本武、4号艇は兵庫の鈴谷一平、5号艇は福岡の指導義和、6号艇は愛知の藤原貴人、以上の6選手によって争われます。風の流れですが、スタートラインに対して追いに向かいにと瞬間的に動くようなところで非常に不安定なんですが、今はスタートラインに対して向かいの流れ、風速は 2,3 メートル前後となっているようです。第7レースは進入固定戦、1コースからの1号艇の広次、今シリーズ2日目に妨害失格があって焦点レース除外というところ、ここは1号艇陰線でシリーズの初勝利を目指します。そして2コース2号艇の大山ですが、得点率 7.80、 暫定首位となっていて予選ラストです。3コース3号艇の寺本、4コース4号艇の鈴谷門、5コース5号艇の指導、大外6号艇の藤原貴人、進入固定第7レース予選競争スタートしていきました。4コース角は4号艇の鈴谷がスタート先行、内に少し寄せていきました。1マーク最初に運んだのは1号艇、そのところを4番まくり出し、6号艇も外からまくり出し、突き抜けてきたのは藤原でした。先頭6号艇の藤原、そして1号艇の広次、4号艇の鈴谷で6-1-4の順、後方は5番3番2番の順です。スタートは前提正常、2マークを6号艇の藤原トップで旋回、その後方は4番1番交差旋回、1号艇の昼次2番手を取りました。3番手は4号艇の鈴谷で、上位体系は6番1番4番です。4号艇のインコースにかなり2艇、5番と3番が迫って、レースは2周目1マークです。5号艇3号艇どちらも4番の外に向けるような展開、3号艇が握ってだいぶ定間を詰めていく寺本です。4番鈴谷の外かかってきた3号艇の寺本、ほとんど差がなくなった4号艇3号艇のうちに5号艇の指導ももう一度接近。2周目2マークの旋回、先頭は6号艇の藤原が旋回、続いて1号艇の広次、3着争い5番と4番と3番3艇の混戦になっていますが、わずかに4号艇の鈴谷がリードして、レースは最終周回へと移っています。大外から見事な突き抜けは6号艇の藤原、今シリーズの2勝目に向かうトップ、進入固定戦を6号艇で制することになりそうです。1号艇の広次2番手を行き、3着争いですが4号艇の鈴谷が2艇身前、3番の寺本、5番の指導と僅差、最後方離されては2号艇の大山です。さあここは大穴提供となっていきそうな6号艇の藤原、最終端幕返しました。2番手1号艇です。さて3着争い3艇の混戦は4号艇3号艇わずかに4番がリードして、まもなくゴールです。先頭6番藤原ゴール、2着は1番広次、3着4番鈴谷、そして3番5番ゴールイン、ラストは2番がゴールイン。